わっさということでね、I'm シロビシャス。やっていこう。お疲れ。お疲れ。歴史の先生変わるらしいね。あ、らしいね。見た？いや、全然。でもさ、貴様。あ、すいません。お前。で、ここでさ、うん、俺、ヒロキにめちゃくちゃ暴言吐いてもらったじゃん。うん、全部原稿に書いてあるやつやん。そうだね。俺が書いたやつなんだよね。うんうんうん、俺が全部一文字で全部書いて、そう、そうだね、俺がヒロキに、こういう感じで言ってって言ったんですよ、うんうん。それがこちらですね。死んでいい。いや、お前がぶつかってきたんだろ。大体社会的に死んでんの、おめえの方で。大体何なんだよ、そのボール。お前、小学生しか使ってねえよ。家に帰ってママに教えてもらえよ、いろいろと。ヒロキが、マジでいじめっ子だったんじゃないかって信じてるんですけど、ね、演劇能力が高いってことなのかと。いや、そうなってくると、そろそろネットリックス俺のこと注目しといた方がいいんじゃない、うん、そういうことじゃん、うん、あとお前の髪の色うんこみたいな髪色してっかんだ髪洗俺髪の色確か赤いんだよね赤い、うん、だうんちイコール、ま、血が出てるってことじゃんうんひろき病院行った方がいいよってめっちゃ言われてた血便ってことだよそう血が出てるってやばくねえとか言われて知らねえ俺がうんこしてる時トイレの中にいたやつじゃねえあいつとりあえず授業行こうかそうだマジで遅刻するわ間に合ったね間に合ったねてかあと1分じゃんあてか先生はいないねさて俺は今日から新しく歴史を教えることになったこれなんかまあコメントでちゃっかり言われてたけど、うん、中目パーマかけたって言われてたけど、うん、けど俺も思ったこれこれね、うん、どっちなんだかけてないって言ったけどね言ってたよね、うん、多分普通にワックスかなんかだった、うん、貴様お前さキメイ剣持ってキメイボール持って走ってたやつじゃねえこいつこれもさ、うん、そうヒロキってキメイってよく言うのって言っただけでこれも原稿だから、ねうん、まあ原稿まあけど確かにキメイってよく言うかもしれない言うかもしれないけど、うん、でもボール見ただけでキメイとかならないまあならないね貴様はこのボールの真の力を理解していないようだでこれねそう、うん、食らうがよい螺旋丸じゃねって言われたんだけど、うん、わっちゃも螺旋丸って言った方が面白かったよねこれねああ確かにそれ確かにね螺旋丸やってみてじゃんやだよ螺旋丸教師ならボールで遊んでんじゃねえさっさと授業やれや仕方ない俺もここには歴史の教師としてやってきた授業を開始する今日の授業は俺についてだこの俺という存在は全てを作り出す存在式がやばいなマジでなんで歴史って数ある歴史の中からお前のくだらねえどうでもいい情報を聞かなきゃいけねえんだよ貴様なぜ俺が歴史の教師をやっているか知りたくないのかここをさ、うん、俺なんていうか覚えてるこの覚えてない情報じゃねまあまあまあなんで歴史の教師やってるんですか俺が歴史を作るからだあわーお前が大丈夫、はいはい、もう歴史で残る名言だよこれはもうこっから出てくるよもうこれからえそうなのいろんなアニメとか使われるからねこれから俺が歴史を作る気持ち悪いんだよお前幼稚園生からやり直すよいやー遅れて申し訳ないこのヒロキのメガネ姿を見て、うん、興奮してるやつがいたどういうことこれけど俺じゃないよ石木田だから今日から歴史を担当する石木田ですあれこいつえ誰ですか貴様が誰だ歴史を担当する石木屋ですけどあなたは俺に名前などないうるせえ黙れじゃあ授業開始しましょうかじゃあ今日の授業についてですが俺についてだうわ決めんだかいこの言い方もひろきがガチっぽくて、なんかそのコメントで、ヒロキって本当にオフでもこんな感じなんですか、うん、っていうことを言われてたから、うん。だからそうなってるってことは結構勝ってる、勝ちじゃない勝ってるけど、うん、まあ多分、動画を見てる人の 10% ぐらいは、悟空のカメハメハが本物だと思ってる。ああ、なるほどね。まあ、普段からこんな感じです。どうも、さよなら、マンコ。